バンクーバーオリンピック開会式。国旗を持っているのが、アチャンポンであるクアメエンクルマアチャンポンは、ガーナのスキー選手。ニックネームは、スノーレオパルド。2010年バンクーバーオリンピックにおいて、ガーナ初の冬季オリンピック選手として、男子回転に出場し、1本目を参加者102人中53位で、完走。2本目も完走して47位の成績を、残した。アチャンポンは、 彼の父親が博士号を取得するために留学していたスコットランドのグラス号で生まれたが、父親がすぐに帰国したため、彼もガーナへと移り、首都アクラの近くの町で育った。彼は成長するとサファリガイドをしていたが、2000年にイギリスへ移住した。2002年、彼はイングランド中部のミルトン・キーンズにあるエクスケープ屋内スキー場に受付として就職した。 このスキー場では職員は無料でスキーをすることができ、ここでアチャンポンはスキーを始め、その魅力に取り憑かれていった。2006年トリノオリンピックにもアチャンポンは出場2009年のオリンピック予選においてアチャンポンは国際スキー連盟の定めたアルペンスキーの出場資格である120から140点内をクリアする137.5点でゴールし、 バンクーバーオリンピックへの出場資格を得た。しかし、ガーナから資金援助を得ることができなかったために、アチャンポンは自らスノーレオパルドという医療ブランドを立ち上げ、そこからの収益で出場費用を賄った。こうして、アチャンポンはガーナ史上初の冬季オリンピック代表として、バンクーバーオリンピックに出場を果たした。オリンピック後、 アチャンポンはガーナでのウィンタースポーツの普及に力を入れ、ガーナ東京オリンピック協会を設立し、さらに首都アクラに近いアクアペン給料のマムフェに、政府の支援を得て、ガーナ初のグラススキー場を開設する計画を立て、2014年、ソチオリンピックまでには完成させる計画である。クアメイン車、アチャンプング、アルパインスキーイング、バンクーバー、 2 0 1 0 2 0年2月12日閲覧。ABCDE ズッタ、クナル、フォーゲットエリックザイールミートザスノーレオパードザインディペンデント http w w w i n d e p ン n d e n t o u k スポーツオリンピックフォーゲットエリックザイールミートザスノーレオパード -1806888 HTML2009 年10月22日閲覧。メンズスラローム。バンクーバー、2010。2010年2月28日、閲覧。ABO コーナー、アッシュリング、クワメインクルマ、アチャンプング、セット 2B ファーストコーナー、ツーコンピートインウィンターオリンピックス。 The Times, http://www.timesonline.co.uk スラッシュトールスラッシュスポーツスラッシュオリンピックスラッシュ ARTICLE5898172.ece2009 年10月22日日閲覧オグブラ、トープ、ガーナ、エススノーレオパードスキースフォーグローリー。 BBC、2009年10月22日閲覧。AB、ベースキャンプスポンサードゴーナーンスキーヤークワメインクルマ、アチャンプングハズクワラファイド42010オリンピックス。0から21スノーボーディング。2009年10月22日、閲覧。毎日 JP2010 年3月1日。ありがとうございます。